こんにちは、少林寺拳法連盟の井上です。毎回、この、対談権利探求をご覧いただきまして誠にありがとうございます。さて、今回ですね、公益社団法人日本空手協会総本部師範のですね、中達也先生にお越しいただいております。中先生とのご縁はですね、中先生が我々連盟の本部に訪問され、そして空手少林寺拳法ということで交流をしまして、その交流というのはですね、我々少林寺拳法においても初めてのことなんですね。他の武道団体の皆さんとの交流というのは、でそのまあ2日間にわたってその交流をしたんですが、その模様がもう皆さん手に取ってもう見られているかと思うんですが、こちらのDVD に収められています。ぜひ、まあ、見られてない方はご覧いただきたいと思います。それで私がですね、2日間、中先生と交流をしてですね、感じたことは、中先生は本当にですね、しっかりとこう自信を持たれていると。でもその自信はですね、おごり高ぶるということはまずないですね。謙虚さがあるということです。自信と謙虚、これが調和されている持ち主と、そういうふうに私自身は感じておりました。これはですね、空手、この武道、これを通じて培ってきたものだと本当に私自身は感じました。この自信と、そして謙虚さ、ここに私は本当の強さを感じ取ることができました。そういうことで今回ですね、中先生にはこの武道をいろんな角度からお伺いし、そしてお互いに対談し、そして武道はこの語り合うことで深めていきたいなと、そういうふうに思っております。それではですね、これから中達也先生にご登場いただきます。先生、よろしくお願いします。今日ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。それではどうぞ。はい、ありがとうございます。先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、お忙しい中お越しいただきまして、ね、先ほど私ご紹介させていただいたように、今回ちょっと武道というので、はい、いろいろと中先生にもこうお伺いしながら、進めていきたいなと、はい、そういうふうに思っています。ね、まず中先生と の、お付き合いは結構長くはさせていただいているんですが、はい、例えばなぜ空手始められたんですかとか、そういうあたりの話は聞いてないんで、はい、多分皆さんも知りたいんじゃないかなと思うんで、その空手の始められたきっかけや動機や、はい、このあたりちょっとお聞きしたいなと。ちょっと長くなっちゃうんですけど。ああ、どうぞ、全然大丈夫です。ですね、今思い出せばですね、なぜかうちの母からですね、はい、剣道やったらどうかとか、剣道やると姿勢が良くなるし、まあ、背が伸びてかっこよくなるよとか、あるいはですね、僕文京区の小石川で生まれたんですけど、講道館が近いですね。で、小さい頃は母から講道館が近いのが柔道やったらとかですね、いつも今思えば武道ばっかり勧められてたんですね。で、うちの父はずっと野球やってましたので、僕も小さい頃から野球をやってたんです。で、その武道のあんまり興味なかったんですね。でも、うちの弟がですね、まあ、母に勧められて最初に空手を始めまして、で、こう家に帰ってくるとこう肩をやったりするんですね。それ見てて、あ、ちょっと面白そうだなっていうのがきっかけだったんですね。で、その後ですね、ちょうどテレビで日本でやった空手の世界大会の模様をテレビでちょうどやってました。で、試合でみんな日本の選手負けたんですね。で、僕はこう冗談半分家族の前でみんなで見てたもんですから、よし、僕がやって強くなってあげるよぐらいに冗談で言ったのがきっかけで、本当に空手始めてしまったんです。はい、本当に単純な、もう本当にやりたいって理由じゃなかったんですけども、たまたま弟が始めてテレビで見て、まあ、それがきっかけですね。まあ、母から言われたのも あると思うんですが、なぜか武道ばっか勧められてましたね。いくつから。私は中学校1年生、13歳です。はい、ちょうどよかったなと思います。どこを自分で探すなり、母の知り合いがいまして、そこに弟が通ってたもんですから、弟弟子になりまして、はい、で、それから高校でも行って。そうですね、大学と、もう中学校時代やはりその先生が良かったんですね。先生すごい可愛がっていただきまして、まあ、本当に空手がもう大好きで、寝ても覚めても空手、はあ、で、ちょうど高校、雑誌で見たんですけども、
高校生のこう対談がありまして、でそこで目黒高校と高校が前年のチャンピオンだったと、優勝だった前後、そういうのを雑誌で読んでですね、どうせやるなら日本一のところでやりたいなと思って、すごいな、それで、そうなんです、目黒高校の方に進学しまして、体部に、はい、でもびっくりしました、やはり道場とは違いますし、あの中学校のクラブとは全く違うんですね、もう上下関係もものすごい厳しくてですね、まあそうですよね、で大学も、そうですね、大学もその当時はやはり日本一でした、拓殖大学、はい、どうせやるのはやっぱ強いところでやりたいと思います。すごいですよ、もう空手でずっとこう人生を歩んでて、ね、まあ、気がついたらそうですね、なるほど、いつももっともっとと思いでやってきたんですけども、はい、それで先生、まあ、私がさっき、ご紹介の時に言ったように出会ったのが、まあ、いわゆるこのビデオのことで、はい、まあ、西監督、はい、まあ、以前出てもらったんですけど、ね、それがきっかけだったんですけども、はい、まず私が中先生を、まあ、知ったきっかけというのは、まあ、別の映画の、クロービということで、はい、ね、それの時にこんな俳優がいていいのかと思ったら、まあ、空手協会の総本部の批判ということを聞いて、はい、私ほっとしたような感じなんですけど、そうだろうということで、うん、でそれで、まあ、その黒帯からだと思うんですけども、なぜこう今こういろんな武道を 回っているようになったのかなと思って。そうですね、これもきっかけというのは、まあ、遡ると私和道流の空手やってたんですね。それから拓大に入りまして、拓大が初等管理、ちょっと流派が違うんですけども、でそこでやっぱり利合も違うんですね、実際の技も、うん、と、でそこで普通はどっちがいいとかなるんでしょうけども、私は両方が面白いなと思いまして、 なぜ同じ空手で同じ技で利合が違うのかな、はあ、でどちらもまあ理にかなってるし、まあ、ケースバイケースに使い分けられるな、なるほど、まあ、そういうのがきっかけで、まあ、それから私たち空手協会の研修生の時にですね、うん、月に1回レポート高評価ってあるんですね、うん、で月について書けとかですね、はあ、いろいろ、まあ、蹴りについていろいろあるんですけども、その時に私そのレポート書く時に、空手の他流派はもちろんなんですけども、もちろん少林寺拳法とかですねあと柔道だとか柔術だとか、うん、日本の、こう武術ですか、で現代武道も全て参考にさせてもらってですね、うん、その時からやはり、あ、いつかこう習ってみたいなと思ったんですね。あ、なるほど、はい、非常にそれが面白くてですね、それぞれの利害というか、そうですね、はい、必ずそれも本当全て理にかなってると皆さん、ね、はい、通って言われるんですね。その当時からこう興味がありまして、うん、機会があればぜひいろんなところに行って学んでみたいなって思いました。それは素晴らしいですよね。でも、まあ、中先生のそのなんか、まあ、人柄というか、今言う私は本当に感じた自信と、そして謙虚さというのが、はい、その調和されてるんで、どこ行っても多分本当に受け入れてくれるようなすごいそんな感じであるんですよね。本当に普通ね、なんか武道やるとなんかこんな感じになるんですけどね、多分武道になるとまさしくこんなようなただ本当単純になんか楽しいなっていうのが表出ちゃうんだけどと思うんですよね。お邪魔した時も本当に楽しくてですね、はい、2日間あっという間でした、ね、で、少林拳法は、はい、まあ、前々から興味があったありました。ということで、はい、本当にもうありがとうございます。曽我道真先生の本も何冊も読ませていただいてますし、うん、はい、まあ、今回かこっちの第1弾の時はうちの荒井先生、まあ、第2弾もそうですけど、荒井先生びっくりしましたねえ、もうでも荒井先生がね、荒井恒弘先生が言ってたのは、もう本当、中先生も、すぐできちゃうねって言われたんで、本当、少し緊張していったんですけども、道場に入った瞬間、なんですかね、緊張というか、本当に皆さん、受け入れてくれたもんですから、なんですかね、他の道場、道場にお邪魔したというよりも、いやー、なるほど、ありがとうございます、そう言っていただけると。あ、非常に嬉しかったです。ありがとうございます。で、それでまあ、いろいろうちの少林寺拳法もそうなんですが、今の、まあ、リアいうこともそうなんですけども、はい、いろんなこう武道や、まあ、格闘技もそうですけど、回られた時で、まあ、共通して先生が感じ取られることっていうのは何かございますか。はい、先ほど先生が言われたことですね。私も、はい、各先生やはり今までのこう鍛錬ですね、うん、鍛錬からこう出てくる、うん、なんですかね、威厳、それで優しさ、で包容力、全てここ兼ね備えたような先生方が、
全員そうでしたね。あ、はい、なるほど。もうお会いした瞬間に、なんていうんですかね、もうこっちはもう構えない、構えなくていいみたいな感じですね。はい、全てこう、溶けちゃうような。なるほど。はい、懐にいつの間にか入ってるような感じをいつも。うん、はい、でもこれ、あれですよね、やっぱり、あの、その、周りの、あ、周りか行かれたところの先生がやっぱりトップの先生方であるということで、はい、先生もトップの先生方、これが、まあ、例えばあの大学時代、昔の大学時代のお互いの武道をピリ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 してますもう修行がまだまだっていうような感じですけど ね、 そうですね。でも本当に私もそこはすごく思うんですけども、この武道、はい、共通していることっていうのは今あの、まあ、中学校にもあの今体育授業で、はい、もう、まあ、10年ぐらいなんですかね、あのそうですね、24年からですね、そうですね、なってますよね、はい、これがやっぱりスポーツ庁でそれをこう取り上げていただいているということで、これって武道がやはり人間教育、やっぱりあのやっぱり礼儀作法だとか、これにやっぱり適してるっていうようなところだと、まあ、思うんですけども、はい、先生、このあたりのことで、やはりあの武道の今言う共通なところ、もちろん、はい、あの空手は空手の、さらにいいところとかあると思うんですけども、やはり中学校の授業、はい、ね、またね、この間、日本武道館の、吉川事務局長に聞いたときによると、やっぱり小学校の方にも広げていくような、うん、あの意向もあるという、はい、子どもの頃から、まあ、道場ではね、あの小学生でやってるっていうことももちろんあるんですけども、でも学校教育でやっていくということで、はい、このあたりで永先生が武道に求められていることは一体何だろうかとか、うん、あるいは武道として空手としてこういうところをやっぱり伝えていくことが大事なんじゃないかというようなところですね、うん、はい、お願いしていただきたいですね。そうですね、私も年に、2校ですね、中学2校は、はい、教えに行ってるんですけども、やはり何ですかね、もともと持った質によって、まあ、運動能力の高い子もいれば、うん、まあ、気の強い子もいれば優しい子もそれぞれいるじゃないですか、うん、だその中で武道をどうやって役立ててもいいのかなと、うん、ですけどまず何て言うんですかね、まあ、礼儀作法にしてもただ礼をするんじゃなくて、その何のために礼をするんだとか、で礼をすることによって、まあ、呼吸と動作を一致させる子ってことによって体ってこんな強くなるんだよっていろんな実験するとですね、あ、みんなうわーっと変わるんですね。そうですね、永先生必ず、ね、はい、変化することを されますから、そう、みんなが変わるもんですから、さっき言った資質が違う、運動があんまり得意じゃない子でも一瞬で変わるわけじゃないですか、ね、そうするとみんなうわー、なんでですかこれはと、もう実際目の前でそうなるから、そう、先生自分が実験して、あ、僕はそんなできないはずなのになんでこんなできちゃったんだろうという、なるほど、そう、やっぱそうやって心の変化ですかね、そうすると自然にこうこちら向いてくれますし、求めてるものも向こうがどんどんこう勝手に 深めててくれるみたい な、 なるほど、そこは注意しますね。なるほど、ただの技だとか動きだけですやっぱ得意な子不得意な子が出てきますので、あ、全体がそうです、そうですね、みんなもわーなんでそうですよね、はい、でまた中先生全員ができちゃいますからそうされるといやですから礼一つとってもやっぱ日本の文化って素晴らしいなと私が思うぐらいですからみんなもそうですね。ですから永先生が指導されているので何度か、ね、見た時、まあ武道をやってるやってない方含めて、はい、急に変わるんですよ ね、 そうですね、その姿勢によって、はい、ガッツポーズするとダメになる、はい、そうですね、姿勢やると、それやるとあれですよね、中学校の生徒たちもやっぱわーっとなりますよ、わーっとなると本気でちゃんとこうそうですやりますよね、姿勢変わる。あと地方の中学校にですね、2校ぐらい僕公園に行ったことがあるんですけども、はいはい、でまあ、2時間ぐらいあって、まず1時間ぐらい喋って、その後1時間ぐらい実験するんですね、実際に、うん、そうするともう先生たちも、え、なんでってなるわけですよねそう、みんながこう一体感ができまして、え、武道って何なのってそこからまた始まりますので、なるほど、はあ、それはそう、あ、素晴らしいですね、まあ、体で変わるってすごく面白いと思うんですよ、そうですね、心から入るか、体から入るかって両方のアプローチがあると思うんですけども、なるほど、はあ、で実はまあ、うちはですね、連盟本部が中心になって、まあ、中学校の指導する、その、なんていうか、指導者を、まあ、また講習する委員会みたいな、はい、専門委員会みたいなのがあって、まあ、ここが中心にはなっておるんですけども、はい、まあ、東京のこの事務所ではですね、うちの職員が、はい、
年に1回、まあ、1校なんだけど集中講義みたいな感じ、約2ヶ月か2ヶ月ですか、はい、やるんですよね。あの週2回ですかね、はい、1年生と2年生、1年生か1年生を、まあ、何クラスかあるんでって、こう2ヶ月を集中講義みたいな感じで中学校やるんですけど、はい、それで私も一緒に手伝い行ったことあるんですけども、もう何年なんか5年、5年ぐらいになるんです、はい、結構な期間なんですけども、そこで私あのまあ、指導している職員、そしてあの1クラス30人ぐらいいて、はい、それが2クラスか3つかあるんですよね、順番でやっていくんですけども、でまあ、 あのこうやるんですね、やってそのと必ず、まあ、彼は講義をするんですね、はい、ちゃんと講義をしてって言って、うーんって一番最初、まあ、難しいだろうね、あの中学生においては講義もっていう感じに聞いてる。でもこれ毎回彼が最後アンケート取るんですよ、はい、アンケート取ったらですね、技術のことは、まあ、書くことは書いてるんです、まあ、ついたり消えたり楽しかっただとか、うん、あのすごくあの楽しくできたとか書くことは書くんですけども、必ず共通してるのうちの教えを書いてるんですね。例えば、はい、練習2人で組んで練習してて、はい、すごく相手に対する思いやり、うんうんね、相手と共に、まあ、痛さも感じるじゃないですか。そうですね、うん、その痛みを分かち合うことの大切さだとか、はあうんまあ、先生が、ね、礼儀の大切さだとか、はあ、必ずそういう言葉があるんです。それすごいですね、うん、やっぱり彼がですね、そういうふうなことをですね、あのうちで言えば例えば自他協力って言ったらね、はいはい、あの言葉あるんですけど、はい、あるいは自己確立ってある、それを言うと難しいと思う。でも、うん、人のこと考えようねっていうのはもう世間一般で言ってるんで、そういうことを大事にしながら二人が一組となって相手のことを思い合っていくようなことを彼自身がそういう教えていくんですね。そういうことで上達するんだよ、お互いにですね。そうです、お互いに上達するんですよ。そうしたら中学生でそれが分かるんですね、うん、あね、なんかあの、まあ、例えば相手がこういうふうにしてくれたから私はできたんだとか、はあ、素晴らしいですね。ちょうどそこはね、あの音楽の付属の中学校なんで女性がほとんどで、男性が、まあ、例えば1クラス30人いたら男性が5、6人いるかどうか。あ、そうなんですか、はい、それで女性が結構、ね、で男性は男性しっかり頑張るんですけども、私それをですね、あの、まあ、毎回最後のアンケート見るんですよって、この変化すごいですねと思って、おすごいねって言って、うん、でやっぱり中学校での教育というのはそこだと思うんですよ、はいはい、先生がやってるところだと全く、はい、もう本当に先生やっぱり礼儀と、あとなんていうか急に変わる変化と、そうですね、こういうのが大事だと思うんですね。あの文化に触れるって急に言われてもわからないですよね。わかんないんですよ、ね、で反対に、え、これ何なのってなってから、これが文化、我々の文化なんだよっていう。そうなんですよね、はあ、最後に言葉なんですよね。そういうことですね、ですね、それでやっとこう実感してくれるんじゃないですかね。いやでもそれ素晴らしいですね。嬉しいですね。嬉しいですよね、すそういうところで、はい、だから私あの最近はまあそれが9月、10月、ね、10月の下旬にそのアンケートを取るんで、試験もちゃんとやってやるんですけど、アンケートを取るんで、じゃあアンケート見せてくれって言って、そのアンケート見るの楽しみって言うんですね。必ず見るのガーッと見て、お前どこかかるやすごいねって言って、はい、だから一つでもいいから、その自分が思った言葉を、うん、あのなんていうか、あの自分自身が秘めておくっていうのはすごく大事なことなんで、はい、もうすごく。それ学校の先生は何て言われてますか。学校の先生はやはりその変化に、変化に多分あのその変化っていうものがあの、なんていうか嬉しくなってるんじゃないですか。というのは毎回ですか、小児憲法毎回ね、あのこちらに来て、来年もお願いします、来年もお願いしますっていう。身近に接している先生が一番分かるはずですよ、ね、はい、でその今の先生がこの 2,3 年前若い先生いたら、これが若い先生変わって、はい、女性の先生すごい熱心なんです、その人が、はあ、すごいね、覚えも早いんですね。あれは、まあ、そろそろあなたがしたらいいんじゃないのっていうことをぐらいのレベルですか。もう素晴らしい、もう本当にすぐ覚えてますから、はあ、素晴らしいなと思って。やっぱり心がそっちこっち向いてる、向いてますよね、すごくいいなと思ってですね。それでまあ先生ちょっとあの話題変わるんですけども、はい、私はあの中先生にお会いしていろいろとこうあのお話も聞きつつですね、あのまあいろんな興味を持って、その中の一つが先生ほらあの実践の先生なので、要は型の先生よりもあの試合を中心にするね、はい、私はね、だったんですよね。私あの若い頃の YouTube 違ってみたら薄いことをしてるぐらい、ね、すごい気合い入った試合されてるんで、でこれそれであの試合からね、はい、ね、なぜ型の方に行って、で型で終わるんじゃなくて、またそれを実践の方に持ってきて、はい、このサイクルがちゃんとできてるの私は思うんですけど、
なんで型の方でっていう、でもう一つは若い頃はそんなに型には興味が全くなかったですね。ですからこれ本当今僕すごく面白いと思ってるんですよ、ね。はい、あのよく若い時にやはり強くなりたいじゃないですか、はい、で実際のその強さとは全くこう関連がわからない方は興味なかったんですね、はい、で昔やはり雑誌とか読んでもう偉い先生方はやはりみんな型だって言うじゃないですか、はい、礼儀だと型だとか何を言ってんだぐらい思ってたわけですよ、若い時は。やはりそれ多分もう年取ってできないから言ってんだろうぐらい思ったんですけどもいや実際自分がこの年になってみてやはり強さをこう求めてきてやってたんですけども、何ですか、やっぱ体が要求してきたというか自然にやはり道というものが導いてくれたのか、途中で待てよと35を過ぎてからですね、このままやっても多分すぐ限界が来るんじゃないかなと。で東大元暮らしで型はやってたんですけど、まあ、そこにちゃんと心が入ってなかったわけですね。なんとでちょっと真面目に型やってみようってやりだしたら、やはりあれと今までやってきたこと全部ここに入ってるじゃないかと。ただそれをこう応用変化しただけでやってただけで、ここにちゃんとしたものがあったと。なるほど。で今まではそのなんですかね、こうがむしゃらにやってて力任せにやってたものが、型によって体の使い方だとか力の抜き方だとか、こう心の平静だとか、まあ、なんでここに答えがあるのかもしれないで、まだわからないんですけども、それから型にこう集中するようになりましたね。そうすると反対に若い時よりも僕まだ速くなってる気もしますし、技がですね、力の出方も今スムーズですし、まだまだこう成長できるっていう。だから、何ですか、これが文化なのかという。なるほど、ね、はい、どんどんこう型によって成長していくということですね。はい、まあ、自分の伸びしろがまだ分かるという、まだいけるんじゃないかなと。まあ、そこを最初言われた利害というか、利害があるということなんですね。はい、なるほど。いや、もうそのあたりになると、まあ、私も本当にあのうちにも型はもちろんあるんですけども、はい、あのまあ、試験のためにね私もそうでした試験のために今かしこめで覚えてちょっと先生方に怒られたいやそうなんです。でも型にそこはすごく大事なことが含まれてるんですよね。でも型やって強くなれると思わないですよ本当ですね。でも日本の文化ってやはり型文化って言われるじゃないですか。それ海外に行くと皆さんすごく型を勉強したがるんですね。で若い時は何でなんだろうと思ってましたけども、やはりもうないものに惹かれるというか、うん、彼らは、まあ、今でもまあこれから海外もまだご指導始まるということを聞いているんですけども、はい、海外の方々がまあちょっと話が求められているっていうのは、はい、やっぱりあの空手で求められている方っていうのがすごく、そうですね、私が行きまして、あのやはり若い時行ってる時は組手ばっかり教えてたんですけど、基本と組手ばっかりだったんですけども、でも見てると違うなと。その彼らが求めてるものはそうスポーツ的なものじゃなくて、強いとか弱いとか勝ち負けとかじゃなくて、もっと精神的なものだとか、あるいはその彼らにない型とは何かって、それを突き詰めてみたいっていうのもすごく強く感じたんですよね。なるほど、はい、ですから、まあ、日本の場合どうしても学校教育、学校のクラブ活動が中心になってますんで、うん、まあ、いろんなスポーツですね、空手、うん、まあ、も含めてどうしても対外試合っていうのがあるじゃないですか。そうですね、はい、まあ、それで終わってしまったら、現役終わったら引退だとか、うん、でせっかくのこの道なんですけども、やらない人が多いんですけど、なるほど、海外では反対ですね、うん、もうスポーツとしてじゃなくて、その精神的なものとか型、うん、とは何かっていうものところに、まあ、意識がいってるもんですから、皆さん長く続けるというか、まあ、長く探求するというかですね。なるほど、はい、そうですね。あの、そうなんです。海外の人っていうのは、で特にあの、先生が、まあ、YouTube とか DVD でこう拝見させていただいていると、そのあの我々だったらですね、このもちろん言葉のこの垣根があって、はい、なかなか伝えられない、まあ、はい、いあのね、もちろんあのうちで言えば少林拳法やってる人があの通訳になると、まあ、それなりに伝えるんです。でも思いが本当に伝えられるかどうかちょっとわからない、はい、そういう、まあ、言葉のこう垣根があるんですけども、ただ私あの、先ほど話したように先生 の, あの指導を見られてると見てるとですね、あのなんだろう、
本人が変化するじゃないですか、はい、やっぱりすぐ高齢で。あれはすっごく言葉がない、なんていうか文化というのか、言葉のない中での本当の私は武道の通じ合うものだなと思って、正直私にはですね、私がコッと変わるのはできてもですね、なかなかそういう変化が難しいなので、言葉の垣根っていうかですね、はい、ところが先生は実際にさせ やられちゃうんで、そうするとおびっくりしてるじゃないですか、おーとか言って、みんな目がパッと変わりますよね、変わるよ、わっときますよね、あ、変わったって、でも私お邪魔した時に、重法なんか全くできない私だったんですけども、本当は誘導法っていうんですか、ね、誘導法、そうですね、あれこそそれだと思うんですが、いやもう、そうですね、びっくりしました、あれは、はい、うちのね、若い方の荒井氏の、そこ、もう少しいいですね、あの導きによって、そうですね、あれは我々若い頃コンピュータグラフィックスが、まあ、できたというか本がありましたね、はい、その頃に、当時 の東京大学ですかねの教授の方にいろいろ教わりながら CG を取って結構なですねいろんなのつけて私が荒井先生の相手にしてって言ってでその時に荒井先生というのはまあ、それができた時にゴールというものを、まあ、ある意味、まあ、利害ですね。それは目で見えるようになったわけで、言葉じゃなくて、はい、こうなったら崩れ、はい、こうなったら崩れ、はい、こうなったら倒れていくんだけど、はい、それを目に見える形にして、それに解説もつけて、言語化してですね、はい。で、ゴールがあるんだから、ゴールを知ってるものが導いたらいいっていうようなことで、うんうんうん、それで誘導法院もできてですね、今まではね、それがお互い教え合えって言いながら、教えてないんですよね。今感覚だったんですかね。そうです、感覚だったんですよね。あれこそ本当にお互いに、うん、お互いをこう教えてお互いこう成長していくっていう、そうなんですね、本当に少林寺拳法の思想のままだなという、いやもうそこをちょっと知っていただけると本当に、はい、お互いに楽しみながら向上していくっていう、ね、素晴らしいんですね、はい、ですから相手も素直になって聞く、はい、そうですね、だってね、相手は上達したいわけなんで、はい、じゃあ僕俺はこれだったらかかりにくい、こうやってもらった方がいいって誘導して、うん、ほんで実際にやるとこうかかっていくというか、ね、はい、誘導法というのはある意味画期的だったんですよね。いや論より証拠ですよ。そうなんですね、はい、それをおかしいなってこっち教えないんですよ。誰が教えるかって言ったら第三者の指導者が教えたりとかするって、それも大事なんですけども、まあ、そうですよね、誘導法が本当にできるようになって、みんなができるようになったら今言う指導される先生、かける相手、当事者ですね、で第二者の私って言ったら三者が、そうですね、そう、言葉がなくても引っかかっているとか分かっていくようです。先生が多分見てる先生がもう少しこうって言って、うん、彼がこうかけたらこっちはそこそこってなるわけです。3人がいっぺんに分かるわけです。そうですね、あれがやっぱり武道のいい、私いいところだと思う。あれが分かり合うとか愛することを感じ取れるっていうか、あれが私は日常の中でもすごく大事な教えなんじゃないかなと思ってます。はと私も本当初めてお邪魔して失礼だったんですけども、ずっとこう笑顔になっちゃうんですよ笑いっぱなしでも笑顔しか出てこないような、自分がで分かんなかったこととか不思議なことだとか知らないことをこう学ぶ喜びですかね。いやいや本当にびっくりしましたね。いやもうでも中先生本当に早かったんで、いやいやもう誘導法ですよ。うちの荒井庄司、荒井庄司の職員がパターンと倒そうと思って本人がびっくりするんですよ。で第2弾ではうちの志村職員の方がやられて、おーおーって言って、で先生方あれをずっと研究されてるわけですね。まあ、そうですね、ずっと大体CG ができたのは本当我々20代のどうですか、私東京に来て、まあ、後半だったんですかね、そこからずっとやってきて、ね、はい、こう自分のこう技量を高めていくって稽古なら、誰でもやってると思うんですけども、うん、そこをこう研究してみんなを高めていける方法を探そうっていうのが素晴らしいと思います。そしたら途中でこうやめちゃう子も減ってくるじゃないですか、うん、そうですね、あれが一番悲しいですから、そうですね、はい、それで私まあ、若い頃ですね、30代でまだずっとこうやってた頃に、まあ、先生言われる通りですね、まあ、古谷荒井恒弘先生っていったら、まあ、私だいぶ今上でもう大先生ですね、はい、30前後投げられてて、それでも先生が引っかかることがあるんですよ。かからないとか、当然だから自分らやられててもいろんな技かけられてっていうとか、映像を撮ってて、あの時やっぱり、まあ、この先生って、まあ、見られてて先生知ってたんですけど、すごいなと思ったのは、井上君今引っかかったんだけど何かおかしいとこないって聞くんですよ、うん、
大先輩がですね、私にあの当時ですから本当ですね、私に聞くんですよね。で私も引っかかりもその当時分かるんで、はい、いや、すいません先生、ちょっとこの部分がこうなってこうやってもらったらいいって、あ、そうって言ったら、荒井先生すぐ、まあ、もちろんできちゃうんで、はあ、そう、だからあれ、あの、まあ本当に先生と感じる同じように、あの先生のその謙虚さっていうか、だから未だに成長するんだなと思うんですよね。常にこう成長している先生だと、私もやっぱり目標の一人なんですね。いや、素晴らしかったですよ、本当に。本当にね、あれ先生すごいな。長崎さん、同じことを私は感じております。